うん、こんにちは、東京仙台書店のちです、これから5月の今後1週間にあるイベントの紹介を始めます。まず5月1日は3つイベントがあります。で、ファナティックグランプリの第2戦 と、5時から7時までの企業ゼミの第2項と、最後にこれが一番大事なんですけど、月刊天論書店の創刊日となっております。で、ファナティックは今回店主の三浦が、マスターを務めてて、テーマは絶対死んでも手放したくない旅本となっております。で、企業ゼミは第2項で、これも目玉のゼミの一つなんですけど、今回第2項となっておりますので、参加をお待ちしてます。終わる。